はい、こんにちは、高松彩希です。こんにちは。ゆるスポ、今日もやります。イエーイ。今日は振り返り、仙台戦と、柏戦。まあ仙台戦は言うことはありません、はい、私はもうチームとして、もう最低な試合でした、正直、もうあの試合に関しては。あ、どうなんですか。でもこうミラーゲームを苦手にしてるみたいなところがこうあるじゃないですか、あるけど、メンタル的にもなんかいろいろね、まあ、契約この時期は契約満了になった選手もね、もうあの当時から多分出てたと思うんで、まあ、チームとして戦えてなかったのがもう現実です。いや、まあその通りですね。この時期ってやっぱ難しいんでしょうね、選手。難しい。その出る選手、あとまあ残る選手もやっぱ、で今回4人の選手が契約満了になった、まあ、三平、小手、前田、星とね、トニータファンはショックが大きかったんじゃないかなっていうのは。そうですね、在籍年数長いし、そうなの、ね、ユースからいた選手だし、みたいな。まあちょっと語る、それ先に。そうですね、まあやっぱりこのプロの世界だから、やっぱり正直結果が全てだし、やっぱり結果出してない選手はやっぱりまあクビ、契約満了になる、っていうのは当たり前だと思うんだけど、今シーズンに限っては本当コロナの影響でね、難しいシーズンだったと思うんですけど、まあこの4人に関してはね、力になってなかったっていう判断なんだろうね。まあ総合的な判断を監督、GM がしたっていうことだから。三平とかと話したんだけど、今シーズントレーニングのために全力で最後まで戦いますと言ってましたしね、まだまだやると、サッカーを。できると思うよ、三平に関しては。今シーズン通してコンディション良かったしね、まさか俺も三平が契約満了になるとは思ってなかったんで、まあちょっとサッカー以外のところで、三平は特にファンサービス含めて、まあ、トレーニーのために働いてましたから、ちょっと残念だな、やっぱり今の時代サッカーだけやっとけばいいっていう時代じゃないんでね、まあその辺会社が判断したから僕は何も言えません。まあ小手は今シーズンに関しては本当にちょっと絡めてなかったんで、そうですね、まあ自分が一番本人自分が分かってると思います、技術的にも小手はね、今素晴らしいものを持ってるんで、まだまだ現役でもできると思うし、あのタイプの選手は長く続けられるタイプではありますよね。あとはチームをね、うまく探してね、まだまだ現役でやってほしいと思いますね、まあ前田に関してはまだまだ若いですから、まああのハードワークできて運動できて絶対ね、欲しいチームあると思うんで、まあ大分ではね、今シーズンで終了っていうことですけど、まだまだ全然できると思いますね。あと星くんは昨日の試合、柏戦、見たらもう分かるでしょ、あんだけ運動量多くて、縦にもどんどんいけるし、まあね、まだまだ全然どこでもできると思いますよ。柏戦の試合後にインタビュー出てきたんですよ、でもう残り4試合、もう勝つためにやることをやるって、もうこうプロ根性を見せてくれた。いや嬉しいよね。嬉しいですね、やっぱそういうこと言えるっていうのは。今後のね、評価にも絶対つながってくると思うんですよ、昨日の試合見たら、他チームのスカウトとか見たら、いやこれは欲しいっていうチームも絶対いると思いますよ、まあ改めてプロって、ね、翌年同じチームでできることはないですし、今回の4人の対談で感じましたね。いや本当にね、愛されてる4人だからこそ、みんなちょっとショックが大きかったんじゃないかなとはあるんですけど、まあでも別れもあるけど、やっぱりね、出会いもあると思うんで、まあ新天地でのね、活躍を期待するしかないんでね。発表今4選手あったじゃないですか、今後もありそうなのかなっていうところはバンキシャよ、やっぱり。いや本当ね、こればっかしはね、あると思う、第1弾出て、多分第2弾来ると思う、そこちょっと話す、もうね、結構ね、話せる範囲で話すのかな。も俺もだから経験してきてるから、やっぱり僕も1年1年契約してきてた選手だったの、あ、じゃあ現役の時はなんとなく、あ、この選手今季限りなんだろうなっていうのは分かった。分かるよ、大体。あ、分かる、ね、大体分かるわ、そら。もう何年やってると思ってるの。大体分かる。まあやっぱりみんなもね、サッカー詳しい人だったら大体分かると思う。やっぱり試合に絡んでない選手はもう怪しい、まず、で、単に分かりやすく2つ言うと、出てない選手はもう来シーズン、厳しい、で、2つ目は友樹とか、もう若手の選手で試合に絡んでるやつは他チームからの引き抜きがある、まあそれぐらいかな、あとはもう本当に怪我で引退する選手3つ、まあ今考えるとその当てはまるのは、まあ小塚、今シーズンに限っては怪我等もあったかもしれないけど絡めてない。そうですね。で去年もレッツとかね、噂があったんでね、そう考えると、まあ小塚は引き抜かれるのか、
可能性はあるよね。まあ、トモキもそう、トモキもやっぱりこんだけ、昨日もゴールしたしね、うんうん、あのゴール、なんか、独り立ちのゴールっていう、うん、すごい印象がありましたけどね。もう、トモキの成長したとこだよね、あんだけのやっぱり、みんなね、シュートが少なくて、もう思い切ったシュートが欲しいとか、うん、やっぱりロングシュートが少ないとか、ああいうところに感じて、トモキがどんどんね、この試合だけじゃないよ、うん、前、結構前もロングシュートが欲しいシュートがチャンスあるじゃん、うん、やっぱりあれがトモキのいいとこだと思うし、本当、うん、来シーズンちょっと、ね、残ってほしいけどね、トモキのステップアップするためだったらね、うん、トリニタがもう引き止めざらないと思うんだよ、正直、うんうん、世界でもっと活躍したいとかなればね、ユノ、うんうん、さんはなんかいなくなりそうなステージいますか？いやでも、もう本当カタさんがね、うん、来季にも向けて動いてると思うし、うん、てっぺいさんと一緒にスカウトとかね、うん、考えてると思うよ、うん、本当来シーズン本当に厳しいシーズンになると思うんで、うん、そうなるとやっぱ最終ラインってこう残しておきたいのかなとは思いますけどね、うんうんうん、まあ俺はこれは残ると思うけどね。ほうほうほう、うん、カタさんがいるから、カタさんがもし変わってたら、自分も次のステップにっていう考えると思うけど、じゃあ高木選手もなんか残りそうな感じ、うん、高木も残ると思うよ俺、うん、ここはちょっとわからん、ね、これはね、本当ここはもうこう多分注目、はい、大分ではなくて他のチームがってことですよね。ちょっと前田いなくなる、うん、島川も残るんじゃないかな、うん、このスタメンだったら高澤も複数年してると思うんだよね、うん、去年来て、うん、三平はちょっとあれです、うん、ここの 1,2,3 年はね契約満了ということで、うん、ここも怪しくないですか？いや年齢的な部分ですよね、うん、だから本当に年齢とあとはどんぐらいの年俸をもらってるのかわからないから、うん、昨日もね安定のパフォーマンスは見せてる、まあ、安定感もありますけどね、だからその辺加田さんの評価だろうと思うよね、うんうん、まあ、ここは残るでしょう。そうなんですか？わからん彼は何考えてるか何考えてるのかわかんないんで、うん、まあでもここもそのピッチ外の功績というところでは大きいじゃないですか、うんうん、そうね、こっち見る、ドン、これ今いるトリータのメンバーね、どう、まあ知念選手はもうちょっと、あ、レンタルだからね、もう川崎のことです、うん、で、小塚選手もちょっともう、うん、怪しい選手、じゃあこっちに置いていこう、はい、ゆるスポ見て、あ、やっぱりそうなんだっていう共感を持てる人もいるかもしれんし、うん、いや違うだろうっていう人もいると思うんだよね、うん、今企画としてね、三平とコテにちょっとっていう今企画になってるんだよ ね、 そうですね、まあ、トリニタサイトとの交渉なんだけど、うん、それができればね、近々動画として上げていきたいでしょですね、あ、まあ準レギュラーの三平選手には、だから出てもらうとね、え、何どれ、え、こっちがちょっと怪しい、あ、もうこれはこれレンタルね、うん、こてはもうダメあれとして小塚はそうね、お、ここはここはどうなんだっていうところ、おほう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 、どうです、うん、いい線いくね年齢的な部分入れてきたね、やっぱり年齢的な部分は入ってくるよ、うん、これはね、うん、確かにこっちまだ怪しい選手います、怪しい選手、うん、俺これおーおおふー、まあ評価は高めてるでしょう、うん、今昨日も途中から中に変えたしね、ここのシャドウのとこはね、またいい選手を取ってきそうな感じがする、うん、まずはやっぱり攻撃的な選手、まあ、知念も含めて変えるかもしれないから、うんうんうん、まあ、前を優先的に補強していくと思うんだよね、うんうん、そうなると、うん、今残ってるのが野村とかさ、田中達也とかさ、ね、うん、そうね、そうなると町田はまたちょっと、ほうほう、何かしらありそうなんすか、オファーもあるかもしれないしね、うんうん、これはあくまでも私たち2人の考えですから、ね、そうです、やってない予想だから勘違いしないでくださいよ、うん、これは視聴者さんの皆さん、でも絶対4人だけでは絶対ないと思うんで、うん、これはまあ例年ずっと10人は前後は変わってますから、ね、うんうん、まあ、 移籍したりとか契約満了とかでね、これはもう本当にね厳しいけど、うん、本当に絶対しょうがない勝負のプロの世界なんで、うんうんうん、ずっといるわけじゃないんで、そうですね、うん、これは本当にまたね、まあ、選手にとってもプラスになることもありますしね、温かくさ、うん、見送ると見送ったりとかさ、この4人に関してはまだ絶対あるから、うん、心配しないで、うん、心配しないでって俺が言うのもあれですけど、うん、できるから本当に、うんうん、トリニータで成長してるしめちゃめちゃ上手くなってんじゃん、うんうん、前田選手とかそういうコメントを出してましたね、うん、だから自信持ってね、うん、違うチームで活躍する姿を見たいね、うん、ね、今日も振り返りやめよっか、そうっすね、もうなんか、うん、もうでもこの話からの振り返りは、うん、あの柏戦はすごく4人のためにとか、うん、他の選手が本当頑張ってた、そうですね、3人スタメン出てたし、うん、昨日の柏戦は本当ね、うん、
すごくトリニータらしい、うん、まとまった締まった、いや岩田選手がさ、うん、その試合後に言ってたんですよ、その4人のために勝ちたいっていう、うん、であの思いのあのシュートっていうのはなんかいいですよね、大人になったな、そうなんですよ、ね、いやもう独り立ちしたなっていうのが あんな高校生だった岩田選手は、イノシシみたいな今はもうちゃんとコメントもできて、できてチーム側もね本当に難しい決断だったと思うよ、うん、こればっかし、うん、この時期は本当ね強化部なんかもうガリッガリになってるよ、本当にもう痩せてるもん、そうですね、毎回テッペさんなんかもうストレスでまあしょうがない、これは本当にそうですね、まあそういう世界で生きてるわけだから、うん、やっぱりそれだけみんなねトリニータイあると思うけど、うん、やっぱりその中でみんなトリニータのために、うん、成長のために考えながら愛を持って接してるわけだから、うん、それだけは分かってほしい、まあ、出ていく選手に対しては、うん、優しく見守って、うん、次のチームでと、そういうことね、そうですね、そういう感じでさ今日はさ長々喋るとさ俺たちも悲しくなるからいや本当そうっすよ ね、本当だから逆にね、みんな知ってるからなんか今日は辛い回でしたね、そうそう、だからあんまりね語りたくはないけど、うん、現実を、ね、視聴者の、ね、皆さんにこれぐらいは知ってもらいたいじゃん、うん、ちょっとした入りと、うん、でもねこういう世界なんだってことも知ってね、うん、もらえればよかった、うん、今日の動画は、うんうん、いい終わって、うん、いい動画やったと思います、はい、では今日は以上です、バイバイ